お疲れすらどうも、ムナゲニキです。俺がムナゲプロレスラーの、ハチスケ太郎だ。まあ今日の動画は、4月13日に、まあ本当はたくさんの方に応援をいただいて、チケットもですね、ものすごい枚数を売ることができました。そしてね、たくさんの方にスポンサーになっていただいて、本当に心の底から感謝してます。皆様、本当ありがとうございます。まあ、このようなね、チラシも実はね、作らせてもらってましてね、まあ、スポンサー募集ということでね、今はちょっと締め切らせていただいたんですが、まあ、今後試合をね、させていただくたびにね、このようなスポンサーもね、募集させていただきたいなと思いますんで、まあ、パンツとかね、T シャツ、また僕普段ね、プロレスラーとしても活動してますんで、まあ、プロレスラーの試合ね、めちゃめちゃ多いです。まあ、そんなプロレスの試合にもですね、T シャツを、まあ、着て、試合をね、入場の時とかにね、出たいなと思ってますんで、皆様ぜひスポンサーもよろしくお願いいたします。スポンサーについてはですね、私の方に連絡をいただければすぐにね、資料をお送りさせていただきたいと思います。一応年間スポンサーとかですね、まあ、月間スポンサーとか、またパンツスポンサー、 T シャツスポンサーという風な形でやらせていただいてますんで、まあ、料金などもまた、資料をお送りさせていただくんでね、そちらをご確認お願いいたします。そしてこちらがね、ポスターですね。いやーね、デビュー戦にしてね、俺はどこにいますかね。はい、皆さんここですよ、ここ。はい、 4.13 のディープユーピアホール大会は胸毛の海に沈めてやるよ。胸毛の海だよ、胸毛の海に沈めてやるよ。本当に誰が盛り上げるって、この俺だよ。もうプロレスラーとして入場から試合まで盛り上げるつもりでいますんで、皆さんぜひこの4月13日ディープ東京インパクト2024セカンドラウンドユーピアホール大会ですね、17時45分開場、スタートが18時となってますんで、皆さんぜひこちら来てください。チケット料金はですね、 VIP 1万5000円、まあ、こちらちょっと完売しております。 SRS 席が1万円、自由席が8000円となってます。見に来られる方はお早めに、ね、席を申し込みください。ぜひこちらね、盛り上げますよ、僕。はい。スポンサーのね、今日はご紹介もさせていただきたいなと思ってまして、まずパンツ、この辺にね、今乗せておきます。はい。こんな感じです。今回ね、パンツ入れさせていただく、スポンサーの企業様、一応、ロゴがね、すべて21個ですかね。皆様、本当ありがとうございます。まずね、最初にご紹介させていただくのが足場、株式会社様ですね。本当ありがとうございます。本当スポンサーの方がね、応援してくれるから、僕も練習にね、没頭できます。本当にね、今からご紹介させていただく企業様、本当ありがとうございます。それからリブパートナーズ株式会社様、本当ありがとうございます。株式会社、山下様、ありがとうございます。インサイト様、ね、こちらもありがとうございます。それから新正解様、ありがとうございます。続いてプライム様、ありがとうございます。それから株式会社オフィス足積みさん、ありがとうございます。それからね、僕がいつも行ってる高田の前にあるカカさん、ありがとうございます。それから渋谷にあります西村フルーツパーラーさん、ありがとうございます。減量終わったらパフェ食べ行きたいですね。はい。それから、加藤鹿さん、ありがとうございます。高田の前にあります、加藤鹿さん。それから山下鹿委員さん、これもね、高田の前にございます。それからね、吉恵さん、ありがとうございます。吉恵弁当食べたいですね。はい、まあ、ぜひ宣伝させてください。それからね、福場内さん、ありがとうございます。
秩父行った時はね、ぜひ食べさせてください、食べに行きたいです。それから14番ね、児玉圭介さん、ありがとうございます、同級生ですね、はい、本当助かります、ありがとうございます。それから、プレウマカレーさん、僕がね、高田馬場にある、サーキジムで働いてるんですけども、そのジムのすぐ、30秒ぐらいにあるプレウマカレーさんもね、スポンサーいただきました。また減量終わったらカレーをね、たくさん食べさせてください。それから、頂天門さん、ありがとうございます。それからアマテラスさん、ありがとうございます。サークジムさん、サークジムさん、ありがとうございます。それから僕の所属してね、今回ね、一緒に戦わせていただく、ファイターズフローさん、ありがとうございます。たくさんの方にねご指導いただいてます。上田さんとかね、鈴木さんとか、もう本当に皆さんに感謝してます。僕が強くなったのもこのファイターズプロで練習してるからです。皆さん MMA 格闘技やりたければ高田馬場にありますファイターズプロでトレーニング練習をねぜひやってください。めちゃめちゃ強くなれますよ。パンツをね今回作っていただく、フドフィラックスさん、ありがとうございます、まあ、エドバンさんですかね。本当ね、僕がいろんなね、企業様から、ロゴのデータをね送っていただいて、ある程度この、ね、写真のように、まあ、絵を描いてね送らせてもらったんですけども、すごくね配置が素晴らしく本当にね助かります。本当にかっこいいパンツ。それからね、最後に PPP 東京、ありがとうございました。本当ね、僕のね、所属してるプロレス団体です。今はね、MMA もしっかりやっていってますけどもね、PPP 東京の試合もね、5月27日から、7月9だったかな、それから9月10日と、今のところ新宿フェイス大会がね、3つ決まってます。それから5月もね、僕は01さんとか、大阪コミコンとかですね、そういったところで試合をさせていただく予定なんでね、引き続き、頑張っていきたいと思います。プロレスもね、もちろんトップ目指して頑張ります。 MMA とプロレスどちらもねトップ目指します。はい、ご期待ください。ここまでが今パンツのねスポンサーですね、ご紹介させていただきました。それから T シャツですね、パンツと、ね、T シャツ、両方スポンサーいただいている企業様もあります。今から紹介するのは T シャツなんですけども、まず、パラエストラ、まあ、パラエストラさん、これね中井裕樹先生からスポンサーを、ね、していただくことができました。本当中井先生ありがとうございます。パラエストラ東京でね普段、ブラジアン呪術とか、またグラップリングとかの、ね、練習もさせていただいてます。本当にいつもありがとうございます。イコダにねありますパラエストラ東京で僕はね練習してるんで、皆さんもねぜひイコダとかに来るときはぜひ来てください。それからアドビルさん、ありがとうございます。株式会社ウィリング様、ありがとうございます。それからねこちらもファイターズプロさん、ありがとうございます。それから足場株式会社さん、パンツスポンサー並びにねありがとうございます。こちら茨城にね会社があるそうで、いつかね行ってみたいと思いますし、なんか TikTok もめちゃめちゃバズってますね。はい、ちょっと概要欄とかにね貼り付けさせていただきたいなと思うんで、ぜひ見てみてください。それからリブパートナーズ株式会社様、ありがとうございます。こちらもね茨城にある不動産の会社になりますね。本当ありがとうございます。新生会さん、ありがとうございます。高田馬場にね、歯医者、ありましたが、ちょっと、高田馬場の方は、やめて、埼玉の方に店舗があるそうなんでね、そちらの埼玉の、ね、店舗の方にぜひ皆さん行ってみてください。コーノスとかあるんですね。はい、それから、プライムさん、ありがとうございます。それからサーキジム、ありがとうございます。それから株式会社オフィス足摘様、ありがとうございます。こちらもねパンツスポンサーとともに、T シャツもねスポンサーになっていただきました。それから PPP 東京さん、ありがとうございます。それから浜織さん、ありがとうございます。浜織さんはね、椎名町にある、カラオケスナックになりますね。まあ、浜織さんからいろんなね方と僕は
交流が深まって、今回いろんな方にチケットを買っていただいたり、スポンサーになっていただくことができました。本当浜織さんありがとうございます。それから、代官山グミさんですね。いや本当ハイパーライフの施術を受けてサウナをやらせていただいたんですけども、すごくこう水が抜けて、まあ、格闘家とかもぜひ簡単に水が抜けるんでね、ぜひ試合前とかに水抜きで利用してみてはいかがでしょうか。ハイパーナイフですね、代官山のグミさん、六本木にも店舗がありますんで、ぜひやってみてください。それから津村製作所さん、ありがとうございます。なんかいろんな、ね、遊具を作成されている会社で、なんか遊具に、ね、ご興味ありましたらね、津村製作所さんの作品をぜひ、ご利用ください。インサイドさん、ありがとうございます。パンツスポンサーとともにね、スポンサーになっていただきました。それから渋谷三丁目クリニックさん、ありがとうございます。こちらのね、胸毛のデザインをねしていただきました。そしてね、僕ザンギエフを目指してまして、脱毛をねしました。胸毛とヒゲが今ありません。まあ、こういったところもね脱毛させていただいて、この辺はねちゃんとデザインしてもらって、それからねこれ頭頂部 AGA 治療もねやらせてもらいました。本当ね、渋谷三丁目クリニック様ありがとうございます。脱毛とか AGA 治療には渋谷三丁目クリニックをぜひご利用ください。皆さんこのように生き返ります。はい、こんな感じでね T シャツスポンサー様もねご紹介させていただきました。ありがとうございます。詳細、まあ、ちょっと一つ一つの企業様を詳しくね説明することがちょっとできなかったんで、一応概要欄にね全ての企業様の、ホームページとか載せております。気になる企業様がありましたらね、ぜひそちらをご覧ください。以上、スポンサー様のご紹介となりました。とね、自分が強いだけだと上に上がれません。皆様の力が必要です。もちろん僕は一生懸命これからも必死に仕事もトレーニングも頑張っていきたいと思います。皆様に元気をね与えられるような、人物になっていきたいです。胸毛をばらまいてますけどね、これからも一生懸命頑張ります。そしてここが一番重要です。彼女ですよ。皆さんもう分かってると思いますけどね、彼女いない歴が18年になってしまいました。僕はね、はい、この2024年、もう3月26日、4月になりますけどごめんなさい、大事な時にもう本当ね、まだ彼女ができません。減量もやってますし、ちょっと今頭がね朦朧としてますが、まだね、ちょっと彼女ができる気配が全くありません。本当どうなってんの、本当世の中の女性。もう僕を見てくれよ、本当に。はい、というわけでね、まあ、すごく忙しいんですよ、毎日。だからね、恋愛をしてる暇がないんじゃないかってよく言われるんですけど、その通りかもしれません。いや、でもですよ、やっぱり子供をね、作って、子孫を残して、またね、子供にね、なんかいろいろこう、まあ、子供にいろいろ教えたいとかね、一緒に住んで、まあ、なんだろうね、まあ、サッカーをしたり、まあ、格闘技とかしたりとか分かんないですけども、なんか一緒にね楽しくワイワイと家族でね遊びたいなっていうのが僕正直あります。自分一人だと本当寂しいんですよ。僕寂しすぎてね、夜とか、もうトレーニングも行ったりします。これはもしかしたら練習が好きというよりは誰かとね関わりたいのかもしれないです。はい、本当ね、そんな感じで2024年、まあ、彼女作りも頑張っていきたいと思います。はい、まずはねこの4月13日の試合に勝って、アサイナのイケメン野郎を倒して、そして、まあ、プロレスとかまたね MMA もどんどん乗し上がって、俺は雷神に出たいんですよ。雷神という舞台でもっともっとこう、まあ、会場をね盛り上げて胸毛をばらまいていきたいと思いますよ。雷神で胸毛をばらまけるのは俺しかいないと思ってます。はい、
もう今ね33歳ですけど、もうまだまだもちろん続けていくつもりですけどね、今しかないんです僕には。皆さんぜひチャンスをください。はい、というわけでね、長くなりましたが僕のね、お話はこんなところにしております。今回もね動画をご覧になっていただいてありがとうございました。皆さんぜひねこの動画がいいなと思ったらグッドボタン、それからチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。というわけで今日も動画を終わりにさせていただきます。皆さんぜひ 4.13 こちらねディープ見に来てください。応援よろしくお願いします。バイバーイ。バーイ。